新選組が存続できれば資材は帳消しとする。断れば秘密を知った以上生かしておくことはできぬ。断ればそのまま死刑執行。だからトガ人を選んだか。無茶な作戦も。逆境からまた逆境だな。近藤勇、芹沢鴨、三男圭介、斎藤はじめ、原田佐之助、沖田総司、長倉新八、土方歳三。選べ。ここで死ぬか替え玉となるか。新選組の仕事は何だ。松平片森公より命を受け京の治安を維持する。人を斬るのか。そうだ。引き受けよう。土方歳三、歓迎する。お前そんなんで新選組入んのかよ。自分は人斬りしかできない。人を斬って禄をはむなら新選組でも闇殺しでもどこでも同じだ。これまで自分は闇殺しの掟に従ってきた。新選組では何に従えばいい。私だ。ここでは東堂平助が掟である。承知した。早速ごますりかい。おまんまたくさん。当然たらふく飯は食わせる。酒も魚も出そう。新選組入る。原田佐之助歓迎する。おでいっぱい頑張っておまんまいっぱい食べるまん。逆においらも断る理由はねえな。このギャ太郎様も新選組に入ってやるぜ。長倉新八歓迎する。こんなところで死ぬのはまっぴらごめんだ。まだまだ酒も女も博打も足りねえからな。愚かなり新選組。わしは腐っても金の斧の獅子だ。誰がいや幕府の犬と言うか。808人目。どう。何か間違ったことをしたか。いや、それでいい。芹沢鴨は変死したと記録しよう。クソ侍が人の命を何とも思っちゃいねえ。いや、ここは牢屋よりやべえとこだな。つかぬことをお尋ねしますが、このご遺体、小生がいただいてもよいのでしょうか。好きにしろ。では、小生も新選組に入るのです。三男圭介、歓迎する。ここなら怪我をした患者にも人体解剖する遺体にも事欠かないでしょうから。じゃあ僕も新選組あーいろっと。斎藤はじめ歓迎する。そんだけ死体が出るなら浮かばれない魂のために祈る人間だって必要でしょ。一つ確認したい。本当に沖田総司の替え玉となっていいのか。女である拙者が。え、女子。新選組は完全なる能力主義だ。女だからという問題は貴様の中にあるだけに過ぎない。相分かった。